富士県南鶴郡山中加古村にある淡水湖。富士五湖の一つ。面積は6.57平方キロメートルあり、富士五湖の中で最大の面積を持つ。また、湖面の標高は富士五湖の中では最も高い位置にあり、日本全体でも第3位。逆に水深は富士五湖の中で最も浅い13.3メートル。富士箱根伊豆国立公園に指定されている。 形が牛に似ているので、別名は、河牛湖である。富士山から信仰の対象と芸術の源泉の構成資産の一部として、世界文化遺産に登録されている。富士北麓に点在する富士五湖の中では最も南東に位置し、南鶴郡山中湖村の中央に位置。山中湖は、相模川の源流である。なお、相模川は、山梨県では、 桂川と呼ばれている。また、山中湖は、富士河湖で唯一天然の流出河川を持った湖でもある。湖面の形は北を上にしてみると、クジラの形に似ている。山中湖からの逆さ富士湖東側の鉄砲機の頭から望む相模川の山中湖流出港。奥が山中湖湖面標高が高く、また水深が浅いことから、玄関機には全面欠表することもあり。 近年では2006年1月10日に、ほぼ全面の決表が確認された。佐市の三崎で区切られる平野湾ところは、水深が浅く、鯉やうぐい、ワカサギが生息。明治期には、ヒメマスの放流が試みられたが失敗し、1919年に東京帝国大学教授の天宮育作により、ワカサギの試験放流が成功し、うなぎや鯉などが放流された。 近年では、山中湖漁業共同組合により養殖されたブラックバスが放流され、釣り人が多く訪れる。比較的、波が穏やかなため冬季は欠氷することもあり、若ギの穴釣りが楽しめる。また、三崎のお釣の大木は、山中湖村の天然記念物に指定されている。平野地区の通称、ママの森の沖合には、藤まリモが生息することが1956年に、 小学校の授業中に発見された。通常、高糸地方に生息するマリモの分布南原であることから、山梨県の天然記念物に指定されている。山中湖は、朝夕の風景や富士山の眺望スポットが多数存在すること等から、観光地として人気があり、年間約400万人の観光客が訪れる。朝方や夕方には湖岸に写真撮影に訪れる人や、 春夏季には貸し自転車や貸しボートを楽しむ観光客を多く目にする。極日旧地区の山中公園地を中心に大学や企業の保養所、文学館、美術館、宿泊施設が点在し周辺には別荘地も整備されている。まとまった平地が広がる平野地区にはテニスコートが多くあり南関東等からのテニスが宿地として知られている。平野地区と 山中地区に村営の日帰り温泉施設がある。村民は専用のカードを提示することで割引料金で入場できる。北側の石割山と太平山を東海自然歩道が通っている。湖岸にはサイクリングロードがあるが、湖西丹国道138号線が湖と接する明神前交差点から村役場付近まで約 2.5km 程度の区間で途切れており、 一周するには、その区間、歩道を走るか車道を自動車と並走する必要がある。サイクリングロードとしては一周 13.5km 程度の高低差の少ないルートである。ありがとうございます。